あ、どうも、稲倉みくるです。人狼ブレイキングダウン第2回目、ボリューム1ということで、まあ、新しいプロジェクトが始まりましたと。はい。まあ、あのね、だいぶ荒い人たちが、まあ、今日控えているということで、はい、まあ、第1回ということなので、どんなものになるのかすごく楽しみですけれど、どうですか？そうですね、全国の荒くれ者が集まってるっていうふうに聞いていますので、まあ、どんなのかは、ね、やってみないとわからないので。そうですね、はい、じゃあ記念すべき第1回で、はい、やっていきましょう。いきますか、はい、それでは第1グループの方入ってきてください。いやーいやー、おめでとう、気合入ってんの。何それか、では一人ずつ簡単に自己紹介をからお願いします。じゃあ一番こっちの方、うん、あれ中学校の時にな、腹が効いてたからな、クソやつ全員買っていってたんだよ。その時からな、あれなんだけど、召集人気よろしく。はい、ありがとうございます。神道高校11年東堂まさむね。まあ負けたことないのは喧嘩、まあ喧嘩しかしたことないな。まあこの中で一番強いやついいよ。はい、じゃあ今日はあの第1回人狼ブレイキングダウン、じゃあちょ、おめさ人の名前聞くなんかおめえらも名乗れたの。いや、それは儲かってて応募してもらってると思うんで、せやっかいのかな。はい、じゃあね、今日は第1回人狼ブレイキングダウンということで、皆さんに応募していただいて、でこれからですね、皆さんの審査をやっていきたいなと思います。エロッサーに、はい、やっぱ聞けー、お座りください。おい、消毒しとけ。お前なんか指書いてあるのかな。何だ、あの一番端のカレーは消臭に、これ今逆にちょっとそのエピソード一番臭かったものだけちょっと聞かさせて。一番臭かったのは鼻が効くっておっしゃってました。お母さんの黒もう結構です。あの3番目のカレーは何でしたっけ？3番目もう言ったよ、言ったよ、カレー覚えるぜ。グッチェは格闘技経験は言ったよ、さっき無差別級のチャンピオンや言うてんねん、これ。あ、さ90キロ級無差別級チャンピオンとしよう。これ一応ちゃんとした番組なので、ちょっとあのね、いろんな方に見られると思うので嘘は良くないと思うんですけど、はい、どっちですか、90キロ級か無差別級かか100メートルか、どっち。100メートルは4位だ。どこね、どこで4位かって聞いてね。大阪州立の中学校で4位。100メートルって何メートルだよ。100だもんな、100は100だもんな、バカで喋ってんじゃねえよね。そこの方は、ごめんなさい、もう一回お名前聞いていいですか。ああ、神道高校11年、東堂正宗の趣味喧嘩。趣味喧嘩、ああ、その喧嘩でこうなんかちょっと武勇伝と言いますか。まあ何回もあるな、まあ、こんだけな、まあ、やってたらな、何回もあるわ。ああ、バイクに引きずられたり、ああ、メットで殴られたり、あるな。全部やられてる、やってる周りのやつら、そういうやつらばっかりだからね、俺に連れなんか。東堂さんはだからもう、そう、お一緒になって殴られたり。勝ってはない、
なんだよ、その価値観を使うの気持ちで決めるもんだもん。俺らとか負けたことねえよ、何回も病院よく。大丈夫です、エコです。じゃあ端っこのワッショイ君。いや、ワッショイ3元気なすポスト、ポスト、今元気なすしてますね。なんか今日なぜここに来たんですか。まあシンプルにきな臭いやつ多いじゃないですか。そいつらちょっと分かしてやりたいなと思いました。コロナでも一番ってんだお前。見てばよ、きな臭い。ダメなことやったら立ってやったら目合わねえな。それいいです。大丈夫です。貯金大丈夫です。貯金貯金。じゃあ早速ちょっと本題に今回来てもらった内容は知ってると思うんですけども、人狼ブレイキングダウンっていうこと。戦うんだろ。せいや戦うんだろ。日本一決めんだろこれ。今から出題するお題で、皆さんで話し合いをしてもらい、その中で人狼を一人、こちら側が暴くという。戦うんじゃないの？ここで一種の戦いです。戦わないよ。喋るだけだったら帰るけど、戦いなんだよ。戦いなんだよ。そのね、格闘って世界においてやっぱりこう嘘や偽りってことがね、一番こうタブーというか、まあ、拳で戦っていく人たちだと思うので、そういった中でね、あの嘘偽りってものをまあ日頃から口に出してる人間はやっぱりそこの武士道には反するなというところなので、まあこの中に一人嘘つきがいるっていうのはもう前情報で聞いているので、まあそれをちょっと一人炙り出していきたいなっていう。俺だろどうせ。なんか夢に変な色づきだよ。ほらなんて書いてんの、読んでよ自分で。おめなんて書いてんの、お前サルも木から落ちるって書いてるな。大事なことです。じゃあまあ早速やっていただきたいんですけども、テーマは初めてのデート。関係ねえじゃねえかお前。おい、ただうるさいな、ほんまに。お前やったよ、今。じゃあ、な、おめえがやるか。おめえがやるかって聞いてんの。おめえがやるかって聞いてんの。おめえがやるかって聞いてんの。おめえが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 。ごちそうさまでした。彼弱いっすよ。初めてのデートのエピソードを誰からでもいいので話していただけたらなと。ちょっと僕気になるんで。はい。バッドボーイさんのかっこいいからちょっと聞きたいかな。何が聞くでんだよ。初デートデートです。初デートせやの、早くしゃべらどこ行ったんだよ、バカ。イルミネーションだよ。イルミネーション、あ、何歳、ちなみに何歳の時覚えてないよ、15兆がそんぐらいだろうかよ。いや、こっちそのオーディションやるって言ってんねんから、もうそもそも覚えてないからじゃなくて、ちゃんと頭に置いて来てから来るでしょ。覚えてねえっつってんだったろ、俺だけ知らんぞ。覚えてねえっつってんだろ。カカブルグのカラスやめ、カラスやめ。じゃあ覚えてる範囲でちょっといろいろ教えてください。そうですね、早くしゃべれば。10月の冬場によおの、まあその時は燃料とかも取れなかったからよ。今も見えてるのバカだよ。おい見とってんのかよ。黙れよ、お前たちはしゃべってくんな。ルミナフリエっていうイルミネーションによ行ってよ。関西で有名なんです。はい、知ってますよ。おなんでか分からんけど一体ついて5分ぐらい歩いたら全部電気消えてよ、行く時間遅すぎたんだよ。で不機嫌になったからよ、このままじゃ終われねえってことで夜スマってとこの海に行ったんだよ。真冬の海に行ったんだよ。ちなみにその手とか繋いだんですか。手とか繋いだよ。どけ初めて。あ、初めてなんですね。あ、じゃあ初か、そうか、初デートなんで、ああ初彼女との。それもやだろお前。いや初デートでも手を繋いだ。そうだよ。ちなみにどこまでチューはしました。早く答えないと落ちますよ。うん、うん、聞こえない。したそれはフレンチディープ。
ディープ。あ、もう14、15でディープは。まあ、結構やり手ですね。しかも初めての彼女ですから、うん、これそれまでやっぱ結構やんちゃして遊んできたとか、そっち系ですか？初キスでもないんですよ。キスではないやろ。やっぱやんちゃに遊んできてたんですね。初彼女でも初キスじゃないけど遊んでたね。何かほらあったんですか？何か。あ、俺メールせえ時間ねえだろ。シュリフライだっつってんだよ。シュリまでしか言ってない。ああ、誰まで誰のスターまでやんだよ、このボケカツが。じゃあ最後にその初めてのキスの味は何味でしたか？ストロベリーだよ。地獄。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとうまくダラダラしてる、すげえ熱かったんで、喋りが。ちょっとホストを仕事にしてる。はいはい、ワッシュイさん。はい、ブルーな。いいですか、ワッシュイさん。どういいですか。大丈夫です。まあ、初デートの話なんで、まあ、じゃあ、場所から。団地の前大会。団地の前大会。うん。いいですか。ダブルデート。ダブルデート。どうしたら、言うたこと。まあそうですね、できるだけその自分が15は同じクラスの友達なんだ。名前はユミ。うん、ユミ。ユミ、うん。まあ出て行ったことないから、一人だと心もそうじゃん。一緒行こうって友達に誘って、まあ歩いて団地行って、まあ、渡るって合体しちゃってさ、ついた頃に花火を持ってたんだよ。だったら喋りやがってて、てめえはや、何かおっさん売れてねえだろ、てめえ。売れ、続けてください。やってやめよ、カス。まあ、公園で仕切り直しの花火やって、ちょっと飲み物買いたいねってことで、二人で抜け出して、手つないで終わりです。おめえ今でやってること変わってねえじゃねえかよ、俺。真面目にやってんだもん、お前。俺、お前今すぐやってやること変わってんだろ。嘘っても真面目に。何25番になって同じことやってんだお前、これ。順調だろうが、お前。手つないだまで終わりですか？手つないで終わりました。とそれどれぐらい付き合ったんです、その半年。半年の間に進展はどこまでしましたか？エッチしてなんでもちゃんと言ってくれる。なんでも大事にしてるの怖いからです。普通なの。一回お風呂に入ってから自分の部屋に戻ってエッチしました。本当の話聞こうさ、リアルだから。みんな恥ずかしがってますもんね、うん。ちなみにそのユミちゃんとは今でも交流あるんですか？ないですね。ただ、Facebook から流れた情報によると、子供2人らしいです。興奮しますか？ありがとうございました。待たせすぎだよ。なんだよ。召集日記いきますか？そうですね、召集日記、うん、ちょっと彼が一番ちょっとわからないというか、ちょっと女優ニキさん一回立ってもらって、このカメラの前でなんか一発ギャグを。あっ、やれやれやれ、時間ねえんだよ、こっちはやつなんだ。暇じゃねえんだから、そのしやがってよ。じゃあお願いします。カメラさん、お座りください。ありがとうございます。楽しみですか？あ、いつか初デート。全部どうだよ。中2の夏。俺はもうダブルデート。ユイとリオ。どう俺のこと。彼女の名前はコト。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 ま、祭り行ったんだよね。おい、頭おかしいやつしかねえのか。関係ないじゃねえ。おい、ヘラヘラしやがってこっちやる気せんだよ、俺。で、祭り行って、で、マイリングしかある公園行って、まあ、前に俺らの違うユリとリョウが行ってたわけや、うん。そこはもう途中で行って、つなぎ寄って、初めて出たりだ、手つないだことないわけや。
鉄の方かなわかんないけど、気づいたらもう最先端までついてるので、で、そこでまあ、逃げ落としてやれ、注意できますよって、注意したかったんやけど、じゃあ、したことなかったから。で、まあ、向こう、料理と料理も結構ガンガン言ってたから、なんか、手やめてもらいますシャイだから、なんかムードもないわけや。どうするどうするって言って、結局、ピッて、ほんと、もう、1秒もない。ピッてやってね、終わりましたね。結局、中央でしてない、その日。で、そのことも、したことない。中、うん、何ヶ月付き合いしたの ?3 分ぐらい。3ヶ月中してない、ライブウブでしたね。今はね、めちゃめちゃ手出してる、ね、そうなんだ。あれ、え違う。ちょっと情報どうなるな、これ。あ、嘘ついてるんだろう、どうせが。だから適当な話やってんだろう。うわぁ、おかしかった。やがってよ。じゃあ、この中で。おい、俺聞けよ、俺。何時に来てと思ってんだよ、おじちゃん、俺。この前からいいですか。おい。振動高校11年、東堂正宗。じゃあ、東堂君。うん。おかしくて。うん。まあ、家だな。普通に。パスでと。うん。家だろ。14時だな。あ、1個目と付き合ったんだよ、その時。中2と中3だったんですか。ああ、隣町のな。何言っちゃうの。え、何言っちゃうんですか。ゆうな、ゆうなちゃん、ゆうな、同じ中学じゃないよ。横の近くの中学の基礎の年上とこう絡むって、これ結構やんちゃう。そう、隣学校だった。あ、テニスやったからな、俺な。あ、テニスってのは男も女もみたいな大会でこうだったりすんだろ、まあ、分かんないそのぐらい期間なくてもや。それも年上に好かれる顔なのかい。や、あ、年下に好かれそうです。その時イケイケだろ。もう俺らだからもう中学の時なんだよ。俺もすごいめちゃくちゃ思ってた。もう学校で一番思ったんじゃないか俺なんだな。課金感性してもう病院送り、何回も病院送り。バレンタインはどれぐらい最高ぐらい。バレンタインは結構リアルにやって、7とかじゃないか。親親戚抜いて、親はチョコレート食べるから。それで何モテてるの。何でお前デートの話してんじゃねえよ。何だお前、昔の写真見せちゃうのかよお前。何だお前、マキシモみたいな話しやろって。お前みたいな追ってやろかって言ったからな。火つけて火つけてな、お前こうやってビーってって、お前落ちてくるから。ガッドボーイ、ガッドボーイ、グッドボーイになってじゃあ、ゆうなちゃんと初デート。ゆうなちゃん、普通に家行って、もう普通に伝えた。俺らとかワンダーグッズとかあんだけど、地元にな。あ、ワンダーグッズ、ビデオ借りてきて、あ、見たな。忘れない今でも、ハウル、ハウル、動きしろ。ハウル、俺らも、城動かしちゃおうかな、なんつって。怪しいな。あ、バチン言うて。で、行くとこねえんだよ。で、家しかねえんだよ。家かセブンしかねえんだよ。まあ、あれや。じゃあ、伝えとかで、ね、ビデオ借りて、見た、バイバイでさ。いや、おじいってことですよね。もうだから、その、相手の親が帰ってくるまではいるような。うん。相手の親がもうすぐ帰ってくる時間だったら帰れば。親は何時頃帰ってきた。親は大体7時前ぐらいで帰ってきた。だからもう、2、3時間。そう、3時間ぐらい勝負決めなきゃいけない。いや、ハウルで2時間使うわけでしょ。まあ、ハウルの時にはもうハウってたよ。こっちやろ。じゃ全部見てない、ね、まあ、ほぼ見てないな。なるほど。ああ。ゆうなちゃんとは今でもコンタクトありますか。まあ、そうだな。ねえな。取れでな。もう、子供いるな。婚婚する。子供いる。婚婚は、それ、まあ、さん、その、子供持ったら、その質問は。よくない。よくない。意味がわからない。俺の時も止めてくれか。ちょっとじゃあ今まあ東堂さんとバッドボーイが怪しいなと思って。でだよ俺。で、2人でそのね、一回その俺は本心だ、嘘ついてないっていうのをちょっと証明してほしい、うん、本心をアピールできるなんかこう、まあ、一発芸みたいなのがあれば。まあね、何でもいいです。本心アピールできれば、うん、ああ一発芸だよ。ああ、お前やめろよ、お前がやっておれ、やっておれよ、お前。いいんだよ俺。見とけよ、これ。ドン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 マグコロだ。これ、大体聞こえるんだよ、これ。やめろよ、おめえが欲しいじゃん。あれ、カスくんめ、マグコロのロボだろ、お前。わかん
んでよね。伝わるな。うん。ちょっとワッショイさん。ダメ。見たる聞かざるエグザイル。ありがとうございます。まあじゃあ三人は本当のことを言ってて、一人だけ嘘をついてるということなので、まあ、僕たちの方でちょっと一人嘘ついてるやつをあぶり出していきたいなと思うんですけれども。お前ら当てられなかったら一発やらせるかんな。あ。勘違いすんなよ。これだけで。あ？勘違いすんなよ。絶対やばすってやっ。勘違いすんなよ。お前早く当てろ。お前らのオーディション受けに来てる側だよ。あんやばそうなの座ったとしてんだよ。ほら。お前よりマシやろ。人一番広い。さあ、俺は足短いのにな。一番広いじゃねえか。勘違いすんなよ。足短い。お前に終わったわね。バッドボーイ、バッドボーイ。グッドボーイ。グッド。何なんですか。はい、それじゃあ、人狼ブレイキングダウンボリューム1第1回ということで、まあ記念すべき第1回の挑戦者だったんですけれども、まあ一人だけ、まあ、人狼がいるということで、まあ、僕たちの方でこいつが人狼だろうという人を、決めさせてもらいました。まあもしね、この方が人狼だった場合は、まあそれなりの、まあ、処置をこちら側で制裁を行っていきたいなと思います。それでは発表します。ジムブレイキングダウンボリューム1、今回の人狼はバッドボーイ、あなたです。お前本当に俺を疑ってんのか。本当にエッサーまで出るわけとしたんだよ。お前おめえら人見る目がねえみてえだな。ああ俺が死ぬ。ほらほら言ったやん。いや俺さあ、みんなお疲れ。お疲れ。わあ、東堂か。いや東堂やろ。いやでも東堂かバットで迷ったのよ。東堂かバットで迷ってるのはワシよりワンチャンあれやけど、まあこのメンツで亮太に人狼やらすさんやろ。シンプルに。そうそう、バットボーイさんが臭すぎる。半端ない人狼臭出てたもんね。完全に嘘ついてたからさ、喋り方とかマジで張りすぎからだ。ね、見たことない姿で臭くて。まあこれね、もし好評だったら第2回第3回と続いていきます。だって本当にさ、3人中1人、4人中3人はさ本当の恋愛だもん。そう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 。まだそう、カメラ熱い。そうやな、お前1秒しか牛できんかんな。めっちゃ熱い。僕はこれを機にブレイキングダウン1から見よう。絶対おかしい。でもなんか良かったよな。良かったよね。ミクルさんっぽい感じ。まあズボンだけついたら文字にできる。分からない。